B9 今日の授業はグローバル化とポピュラー文化というテーマで勉強したいと思います。ここ30年余りのグローバル化の進展はポピュラー文化あるいは大衆文化もトランスナショナルな文化のフローとしてメディアを通じて国境を越えて展開する状況を作り出してきました。1970年代頃から 香港、台湾中国などで海賊版として人気を博していた「ドラえもん」ですがその後南米ヨーロッパアラビア語圏東アジア東南アジア南アジアロシアイスラエルなどでも放映され世界的な人気になっていきます。1990年代後半ごろから韓流ドラマが日本に入ってきますが、まあ、その第一次ブームとなったのは2004年の「冬のそナた現象」でした。 ペイヨンジュンチェイジウという2人のヒーローとヒロインが恋愛をする物語ですけれどもこの冬のさなたのロケ地である韓国の観音堂高原堂にはたくさんの冬ソナファンが訪れいわゆるドラマツーリズムコンテンツツーリズムの火付け役にもなった現象です。また日本における海外からのポピュラー文化 まあ、メディアを通じて、えー、映画やドラマや、えー、歌やあ、まあ、アニメ、漫画そういったものがポピュラー文化に入りますけれどもこれは非常に多元化しており、まあ、日本人のたくさんのお女性ファンを中心に人気を博す k p o p だけでなくて、えー、タイ・ポップなど他の国からのお、まあ、文化の流入も起きています。えー、これは、 の写真ですけれどもトワイスは皆さんも知っている通り韓国人5人日本人3人台湾人1人からなる東アジアの多国籍ガールズグループですまたブラックピンクは韓国人のグループですけれども日本でも非常に人気が高くてゼミ生や学生さんたちに行くとブラックピンクを好きな人がとっても多いのがわかりますまた20はメンバーみんな日本人ですけれども これを n i の育成プロジェクトを手がけたのは韓国の j y パークエンターテインメントすなわち韓国人がプロデュースをして日本人がガールズグループとしてデビューするという、まあ、国境を越えたポピュラー文化の在り方を非常に典型的に示している事例です。これれはは今年日本でもドラマ化されたた彼女は綺麗だったと まあそのまあ元ネタバージョン、国を縫うっポッタ、彼女は綺麗だったの韓国語バージョンの写真です。日本語バージョンはまあ8話にコンパクトに収められていましたが、韓国語バージョンは16話で、やはりあの韓国語バージョンものすごく面白いです。日本語バージョンもとてもよくできているんですけども、あの韓国バージョンを皆さん見ることをぜひお勧めしたいと思います。 これは NHK の朝の連続テレビ小説、毎日15分間ありますまドラマのおしんのワンシーンですそして右はおしんのタイ語バージョンのポスターですタイでも大人気だったおしんですけれども、日本でも平均視聴率が52.7%という驚異的な視聴率を誇り、まあ全世界で放映されることになっていきます まあこういった人気のポピュラー文化人気アニメはいろんな形でデフォルメされたりいろんなものに使われたりする事例があります左の新聞記事はピザを食べるドラえもんという記事ですこれはドラえもんがアメリカで放映されることになったわけですけどもアメリカにはドラ焼きというのがないのでまあこれに代わるものとしてドラえもんはピザが好物である とという形でで放映されることになったわけですまた右の写真はタイの東北部の農村で行われる雨乞いの儀式ヘイナンメイウというものです本来この籠の中には生きた猫を入れて雨乞いの儀式をするんですが、まあ、動物虐待にあたるということで猫型ロボットのドラえもんのぬいぐるみが入っていると、まあ、こういう伝統的なタイの行事にも こういうドラえもん、日本のポピュラー文化のまあ人気キャラクターが使われるこういうことが起こってきます。これは2002年に韓国で放送されました冬のソナタのまあ一シーン。それから右は2018年に大ヒットしました愛の不時着という韓国ドラマです。まあ韓国のお金持ち農場さんがまあ 北朝鮮側に不時着をしてしまい、北朝鮮の兵士と恋に落ちるという物語です。こういったポピュラー文化、いわゆる大衆文化という対象は、まあそれが顕著になってくる前後、あるいはそれ以前から、カルチュラルスタディーズというまあ文化研究の一つの潮流の中で扱われるようになっていきます。カルチュラルスタディーズというのは、1970年代に イギリスのバーミンガム大学現代文化研究センター Center for Contemporary Cultural Studies, CCCS と略称しますここを中心に形成された学問的な潮流です協議の定義では大衆文化、メディア、若者文化、サブカルチャーなどを対象とした文化研究を指しますけれども 現在ではもう少し広い定義が出されるようになって文学社会学歴史学哲学文化人類学などそういうさまざまな学問領域を横断する知の実践として理解されています。従来のサブカルチャー例えば若者文化大衆文化研究そういったようなものに加え人種あるいはジェンダーなどの新たな要素を問題として導入し 階級を特権的なカテゴリーとして扱ってきた既存の前提あるいは学問に対する批判的な乗り越えとして登場してきますそれではこのカルチャル・スタディーズの研究分野のいくつかの例を紹介していきたいと思いますサブカルチャー研究が始まったのは1970年代のことです代表的な研究はスチュワート・ホール というまジャマイカ出身のイギリス人のま編集しました。儀礼を通した抵抗え、レジスタンスフォースルーリチュアルというようなものがあります。エスチュアートホールもバーミンガム大学の現代文化研究センターのえま研究者であり非常にこう影響力を持った研究者の一人です。この場合、儀礼というのは宗教祭り神話。 民族文化などに見られる一定のスタイルや型によって形作られた身振りや慣習行為を指します例えば1960年代に流行ったイギリスのモッズという人たちのスタイルジャマイカ発祥の音楽であるレゲエの、まあ、レゲエミュージシャンのトレッドヘア一時期流行りました東京渋谷のガングロファッションや コギャルの厚底ブーツファッションなどこういったようなものも広い意味では儀礼に含まれますえ、こうした儀礼的な慣習行為の中に社会や政治の体制や両親の文化職場や学校などといったまあ規制の秩序日常的な制度に対する抵抗が見られるという考え方ですえ、これはバーミンガム大学 University of Birmingham と そこの研究者だったスチュアート・ホールの写真です左は1950年代から60年代頃にイギリスの若い労働者階級の中で流行ったモンズというファッションや音楽のスタイルの写真です右はレゲエミュージシャンのトレッドヘアの様子ですこれは今から20年ちょっと前だったと思いますけどもガングロメイク それからヤマンバメイクと呼ばれるまあメイクでまあ若い女の子たちに流行りました。こうしたポピュラー文化あるいはメディアの中で展開する文化というのは大都市において消費されることがまあ一般的です。まあ日本では東京などが代表的な例ですけれども、ここではタイの首都バンコクにおけるまあメディア文化の消費について見ていきたいと思います。 タイのバンコクではトランスナショナルな文化の流れが非常に展開されていて日本のアニメや漫画音楽ラーメンメイド喫茶に至るまでさまざまなポピュラー文化といわれるものがタイに入ってきていますしかしこれは受け入れる側としての,その受け入れの体制が整っていないとあ,の、まあ、ありえないことでその背景としては都市中間層と呼ばれる 比較的裕福な中流回数の人たちすなわちこういったメディア文化やポピュラー文化を消費することのできる経済的な余裕を持った人たちが都市にたくさん生み出されてきたことこれを背景としていますカルチュアル・スタディーズの日本での研究者の一人である岩渕浩一氏は越境する文化工作する教会トランスアジアをかけるメディア文化絵という本の中で アジアの諸都市をメディア文化が交通し、混行し、生成し、消費される工作空間であると捉えています。まあこの点をラップミュージックと現代大社会の関係で見ていきたいと思います。その前に日本アニメフェスティバルの写真をちょっと紹介しておきたいと思います。左の写真は、まあ、未来少年コナン。 右の写真はケロロ軍曹ですけれどもこの日本アニメフェスティバルが毎年バンコクで行われ非常にこう若い人たちを中心ににぎわっています。タイの若者たち僕もタイの大学で教えたりしていましたけれども大変日本のアニメが好きな人が多くてとても詳しいです。で僕自身が知らないようなものまでよく知っていて日本にものすごく興味があることがわかります。そしして、て、こうしたアニメを通じて 日本の文化を知りたい日本に留学をしたい日本語を勉強したい、まあ、そういった、えー、インテンシブになることも多いようです、えー、非常にこの数年、えー、日本でも人気を博してます「鬼滅の刃」えー、これは、えー、去年バンコクでも上映が開始されました、えー、タイ語では「えー、ダープ・ピカートアスーン」というふうに言いますこれを直訳すると 悪魔を殺す剣というふうになります。ま鬼滅の刃、鬼という概念はなかなかタイで理解されるのは難しいので、まあ、こういったタイトルになっているわけです。これはバンコクのまある商業施設の一角にあります。メイドリーミンという、まあ、メイド喫茶ですで。日本と同じようにお帰りなさいませご主人様というふうに迎えられます。 そしてマックはいつもタイ人の若者たちや家族連れで賑わっていて、なかなか入ることができません。タイには日本のラーメン屋さんたくさんあります。一番最近オープンしたのは一風堂ですけれども、その前から筑法山小屋ラーメンですとか、池袋大正圏とか、あの日本の有名なラーメンどころは数多くまバンコクでも展開しています。 そしてとても大時に人気です。こうやってあの列を作って入らないといけないという場面も少なくありません。えさとそれでは先ほど予告しました現代ターゲット社会と抵抗を意味するラップミュージックとの関係について見ていきたいと思います。このラップミュージックというのは1970年代アメリカのアフリカ系のアメリカ人、まあ、黒人の人たちの音楽に起源を持つと言われています。 そして権威、権力、差別などへの抵抗、対抗の手段としての音楽という意味を持つようになってきました。僕自身も1980年代の前半にアメリカのニューヨークに留学をしていましたけれども、そこでは黒人の若者たちが大きなラジカセを肩に担いで、まあ大音量で音楽を流しながら、まあその自分たちの意見表明、意思表示 社会への抵抗こういったものを行っていたところを何度も見たことがありますこのラップミュージックは1980年代にタイに流入しますそして90年代半ば以降このラップミュージックの生産が盛んになり認知度も高まっていきますそして2000年以降になると有名ラッパーが登場しますジョイボーイタイタニウムなどの名前が挙げられます このラップミュージックは、えーまあ、バンコクに増大していった都市中間層の文化、えー、若者文化の一つの象徴となり、タイでも既存の社会の在り方、社会的価値への抵抗、対抗の手段として、えー、時には政治性を帯びながら非常に盛んになっていきました、えー。ここでは2018年に流行しました RAD、ラップアゲンスディクテーターシップ。 独裁への抵抗のラップという反政府のラップを取り上げて説明していきたいと思います。これはタイによってラップミュージックが盛んになる先駆けとなった人気ラッパーのジョイボーイの写真です。このラッドラッパー・アゲンス・ディクテイターシップはムードルにリンクを貼ったサイトがあります。そのサイトの説明を読んでそのサイトの中にある 動画をクリックしてこの音楽を聴いてみてください5分ほどの音楽ですけれども、えーまあ、字幕も出てくるので非常にその抵抗ののの音楽ととしてのラップあり方が理解できると思いますそれではあそのラッドが歌っている歌の「プラテイトグーー・グミ俺の国にあるもの」という歌の、まあ、歌詞の一部をこれ取り上げながら 少し内容を解説していきたいと思いますこのゴシック体の太で書かれている文字が歌詞の一部ですそして民調体で書かれているま文章がまその歌詞を解説したものですまず読んでいきましょうあんたたちはこの国で何が起こっているか知ってるかこれはタイで何が起こっているか知ってるかということです ライフルで撃たれた票が悲鳴を上げる国、道徳ばかりと仲良しだが、犯罪率はエッフェル塔より高い国、まあ、こうやって自分の国、自分たちの国、タイを揶揄し、まあ、反抗しているわけです。まあ、この歌詞に込められた意味というのは、以下の通りです。ライフルで撃たれた票というのは、2018年2月にゼネコンで稼いでいる富裕層が、 野生動物保護でひなどを買っていたことで逮捕されたものの保釈金が富裕層にとっては余裕で払える金額だったのでさっさと釈放されその後裁判も進んでいきもう金持ちはものすごいあのレベルの金持ちがいますけれども、えー、まだまだそれに反して多くの貧困層が残されている。 まあそういった格差の拡大をおまあ揶揄したものです。道徳ばかりというのはいいことばかり言っている政府だが、実際には犯罪率が高く格差社会がひどいことを表しています。えー、タイの格差社会はあまりにもひどく、一日に数千万円を使っても懐が痛まない層がいる一方で、その日の食事も精一杯という世帯も少なくありません。タイでは 平均世帯収入などが統計でわかりますが、実際に平均を超える収入を得ている人は全体の一部であり、万国ならともかく、地方に行けばほとんど存在しないレベルである。と言っていいと思います。えさらに歌は続きます。人を殺しても、もし金があれば景気を減らせる国。えタイでは SN、SNS の普及で、 一般市民の目が特権階級の不正を暴くようになってきましたそのため一般的には富裕層も金で全てを解決できないような正常な世の中になりつつあるとみられていますしかし実際には富裕層や特権階級は補借金を払い留置上に入れられることはありませんし裁判は行われないかうやむやのままになっています、まあ、レッドブルというあの。 エナジードリンクがありますけれどもその創業者の孫が年に警察を飲酒運転で引き逃げしましした。しかし結局保釈されているし現在は国外でのんびりと逃亡生活を送っていると見られています2017年には国際指名手配もかけられましたがそれまでタイ政府や警察は何もしていなかったことが浮き彫りになりました。まあ、現在もうやむやむのままです。 さらに続きます。4年も経ったのに選挙もねえ国俺たちに選ばせてくれるって言った自由の国首相だって軍部が選んでやる国タイの現政権は2006年から続くタクシ進派と保守派による争いを仲介するという名目で2014年5月に両勢力の主要人物を集めて会議するもそのままクーデター宣言し樹立された軍事政権です。 誰がどう見ても軍事政権であることは間違いありませんこれまで何度もタイではクーデターが起こりその度にクーデターが起きて軍事政権ができるんだけどもしばらくして民政移管をし政権を移管し民主的になるんですけどもまた汚職が発生しそこで国民の怒りが沸騰してまたクーデターで軍事政権ができてという繰り返しを何度も何度もやってきました。 そのために選挙が行われてきたんですけども今回は全国王の崩御2016年の10月に全国王のラーマ9世プミポン国王陛下がお亡くなりになりましたけどもそのために選挙は行われていませんでしたそれでも4年間やるやると言いながら選挙は行われていなかったというのが現状ですこういったラッド の歌にの一部を解説,解説してきましたけれどもこれはムードにリンクを貼った高田種臣さんが書かれた記事「タイで反省フラップ」が異例の大ヒットその背景にある大社会の不条理「ハーバービジネスオンライン」の中から取ってきたものです。リンクを貼ってあるものをぜひ説明を読んで「ラッドの歌」を聴いてください。 今日の授業で使った資料は、今紹介しました、高田谷海さんのサイト、およびラッドの歌、そしてカルチュラルスタディの先駆けになりました、スチュアートホールのギレアを通した抵抗、戦後英国における若者のサブカルチャー、それから渡辺淳、伊藤明美さん編の実践ポピュラー文化を学ぶ人のために、という入門本です。皆さんも、 楽しみで聴く音楽面白いと思って見るドラマやアニメ、まあ、そういったエンターテインメント性の高いものの面白さを楽しむのはとてもいいことだと思いますけども時々視点を変えてこういうカルチュラル・スタディーズあるいは文化人類学文化論、まあ、そういった視点でポピュラー文化ドラマやアニメや音楽が分析できるということを学んで実践していただければと思います。 僕のゼミのゼミ生たちは4年生になってもちろん卒論を書くわけですけどもこういうポピュラー文化を対象に取り上げて書く人も毎年何人もいます特に k p o p や韓流ドラマといったものが人気のテーマになっています1年生の皆さんも将来関心のある人はそういったテーマで卒論を書くのもいいかなと思いますそれでは今日の授業はこれで終わりますまた来週お会いしましょう さようなら。